ルース・スレンチェンスカはアメリカ合衆国のピアニスト。日本ではスレンチンスカと表記されていたこともある。カリフォルニア州サクラメントの生まれ。幼少期に父親のバイオリニスト、ヨゼフ・スレンチンスキから音楽の手ほどきを受け、4歳でステージデビューを果たす。5歳でカーティス音楽院に入学し、6歳でベルリン、8歳でニューヨーク、11歳で パリ島、各都市でコンサートを開いて、成功を収めた。彼女にピアノを教えた教師として、ヨゼフ・ホフマン、セルゲイラフマニノフ、アルトゥル・シュナーベル、エゴン・ペトリ、ビル・ヘルム・バック・ハウス、アルフレッド・コルトー等が数えられる。14歳から一旦音楽活動から遠ざかり、19歳で、大学で心理学を学んだが、26歳の時に指揮者のアーサー・フィードラーに壊れて、 ピアニストとして復帰した。1964年からサウスイリノイ大学のアーティスト・イン・レジデンスに就任し、1987年に退任、2003年に初来日。その後たびたび来日し、2005年の岡山でのコンサートで公開演奏の場から退いたが、録音はその後も続けている。ありがとうございます。